女優の広瀬すずが26日、自身のインスタグラムを更新、ショート、ボブヘアを披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。25日から開催中の映画祭り日本映画週間に舞台挨拶のため、中国、北京を訪れている広瀬。開幕式では、是枝裕和監督の3度目の殺人が上映され、同映画祭りの上映作品には、ちはやふるシリーズや、チアダン、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった、本当の話、など、広瀬が出演した映画が次々と公開。これを受け広瀬は、11作品日本映画が上映される中で、嬉しいことに、ちはやふる、チアダンも、ありがたいです本当。同じステージに、是枝監督、小泉監督、河合監督と、母変な感じした、と、感謝の気持ちを述べ、少し照れ羞そうな、様子を見せた。また、この日の広瀬は、肩まであった、髪の毛をバッサリ、切ったショート、ボブ姿を公開しており、これを見たファンからは、髪切ったの、可愛すぎます。鈴ちゃんの、ボブ可愛すぎて、倒れそうだよ。髪の毛、めちゃいい。などと、絶賛の声が、相次いで寄せられ、広瀬のトレード、マークとも言える、ボブヘアが、復活したことに、やっぱりこの、髪型が安心する。ボブは安定だな。可愛い。可愛い。鈴ちゃんのボブ復活。などと、喜びの声も、多く寄せられている。